今日は、ホタルの里広場、キャンプ場に向かってますが、雪の影響で高速道路が通行止めになってますんで、下道で向かってます。まあ、渋滞してますね、やっぱり。安全運転で行きたいと思います。それでは。なんとかテントは立てれましたね。初めてなんで、ちょっと、あんまり綺麗に張れてないんですけど、まあ、これから練習して、ピーンと張ったテントにしていきたいですね。時刻が今5時17分で、幕の中が約 5.2 度。幕の外が 3.5 度ですね。今日はもつ鍋を作っていこうと思います。もう簡単に温まりたいと思いますね。それじゃあ、新幕デビューかな。乾杯。持ってるね。じゃあちょっともつ鍋の準備していきます。もつ鍋に餃子の皮を入れてみました。最近流行ってるみたいなんですね。スモツじゃなくて、ゆずもつですね。と、もつ鍋、餃子の皮入り。多分完成してます。それでは、もつ鍋と、ゆずもつ、いただきます。まあね、予想通りゆずの香りがいいですね。じゃあ、もつ鍋、餃子の皮入り。いただきます。うまいね。あ、餃子の皮いいっすね。簡単でこんなに美味しいですね。なんていうんですかね、望遠レンズじゃなくて広角レンズか、広めに映るように
してみました。まあこれだいぶ昔の買ったカメラ、これはいつもの黒切りですけど前割りってやつですね、今流行りの。これを温めて、いただこうと思います。圧感システムの上が斜めになってるんで、網を無理やり乗せて上に物が置けるようにしてみました。気のせいかもしれないですけど、まろやかというか馴染んでるというか、ふわーんとした感じに飲みやすくなりますね。やっぱり気のせいかもしれないですけどね。そうそう、忘れてましたけど、もつ鍋とゆずもつ完食です。あとはおつまみでこれですね、キャンプの定番おやつじゃないですかね、多分。横綱あられいただきます。うまいですね、うん、これをね買いましたね。こっちか。一応なんで買ったかっていうと、雨とか風が強い日に焚き火ができない時とか、そういう時でも幕の中で炎を見て癒されようかなっていう、そういう言い訳を考えながらポチッとアマゾンかな、なんかで通販で買いました。的にはあんまり映ってないかもしれないですけど、しばらくこの明かりを楽しみたいと思います。
寒いっすね。焚き火して温まりたいと思います。結局昨日は酔っ払って車の中で寝てしまいましたね。ちょっと寒いから避難したつもりだったんですけど、そのまま眠ってしまいました。で、朝から焚き火をやってます。朝ごはんはまるちゃんのバリウマごぼ天肉うどんデカ盛りでいきたいと思います。ごぼ天はまあまあですけど、肉の方はなんかバサバサっすね。バリウマごぼ天肉うどんデカ盛り完食ですね。ごちそうさまでした。まあ、この後は撤収して温泉に入って帰ろうかなと思います。